シロッコは、ドイツの自動車メーカーフォルクスワーゲンが1974年に発売したサンドアハッチバッククーペの乗用車である。1992年に一旦モデル廃止となったが、2008年に新型の乗用車として再発売された。1992年までの第1、第2世代はカルマンによる製造であり、2008年に登場した第3世代は、 ポルトガルのオートヨーロッパによる製造である。日本では初代、2代目はヤナセによって輸入販売されていた。三代目はフォルクスワーゲングループジャパンが輸入販売していた。ジェッタなど風にちなんだ名称の乗用車がある。イタリアの自動車メーカー、マセラティが生産している乗用車にマセラティギブリがあるが、ギブリは白ッコのリビアにおける故障である。 1974年、ロングセラーとなっていた乗用車、ビートルに代わる乗用車として、ゴルフアイが発売された。ビートルをベースとして1950年代以来、生産されてきた、クーペモデル、カルマンギアクーペの世代交代も、また不可避となり、初代ゴルフをベースに開発され、初代ゴルフに数ヶ月先立つ1974年3月に、発売された。 メカニズムはゴルフをベースとしていたが、より低い車高と、スポーティーな操縦性のために大幅に手が加えられていた。長いノーズを大きく傾斜した、フロントスクリーン、短くカットされてスポイラー風に処理された、ファーストバックテールが斬新なスタイルは、パサートゴルフアイなどの一連の、新世代フォルクスワーゲン車同様、至るデザインのジョルジェット、ジュージアーロのデザインであった。 エンジンは、水冷直列4気筒、3シ c で 1100cc60 馬力と 1588cc70、85馬力の3種が用意され、1975年には、ゴルフジテ同様の 1600cc 燃料噴射板のジテも追加された。アメリカ向けの排気量は排気ガス対策のため後に 1700cc に拡大された。 1588cc85 馬力の TS 版以上とアメリカ向け車両には丸型4頭ヘッドライトが与えられたが LS 以下のグレードは角型2頭式が装備されていた1976年後半のモデルからフロントウィンドウのワイパーがそれまでの日本アームから1本に変更された1978年にマイナーチェンジを受けて フロントのウィンカーランプが大型化され、バンパーも黒のプラスチック製に変えられた。ブレーキは前ディスク、あとドラム。タイヤサイズは175、70SR13。最高速度は MT で時速 165km、AT で時速 160km。日本には1976年から 1457cc。 圧縮比8.0の 70PS、5800rpm、11.4kgm、3000rpm の TS が輸入され、241、253万円で販売された。1977年は、GTE と LS が輸入された。LS はライトが角目め二等式。エンジンは 1588cc、圧縮比8.0。 ボッシュ系ジェトロニックで 82PS5500rpm、12.2kgm3200rpm。トランスミッションは GTE は 4MT、3AT、LS は 4MT。1978年は GTE の MT、AT が輸入された。フロントグリル、バンパー、フラッシャーにフェイスリフトを受け、リアワイパーが装備された。 ドアミラーやセンターピラーがブラックになった。エンジンはボアファイ 79.5× ストローク 73.4mm で 1457cc 圧縮比8.0で 75hp5800rpm10.6kgm3500rpm1978 年は引き続き GT1457cc の MT AT が輸入された。ドアミラー調整が室内から可能となり、フロントガラスが安全合わせガラスとなり、シートヘッドレストが独立し、調整可能となった。1980年は 1588cc 圧縮比の8.2の 82PS、5500rpm、12.2kgm、3200。 RPM エンジンに置換された GTE の 5MT-3AT が輸入された。全ディスクブレーキパッドがサイズアップ、従前 4MT にオーバードライブを加えた形のギア比の 5MT に変更されている。1981年には K ジェトロニックを装備する 1715cc、78PS、5000rpm、13.1kgm。 3200rpm エンジンに置換された。初代シロッコは、オペルマンタや、フォードカプリなどのライバルをしのぐ販売台数を、記録、1981年までに504,153台が、生産された。1981年3月のジュネーブ賞で、発表され、1982年に登場した2代目は、ゴルフツード用、ジョルジェット。 g アー r の手を離れ、フォルクスワーゲン社内でデザインされた。初代モデルが7年間で50万台以上生産されたのに対し、この2代目モデルの販売は10年間で29万1497台にとどまった。ボディデザインは大幅に変わったが、プラットフォームは初代を流用していた。デザイン上の特色として、当時流行のリアスポイラーが、 テールゲートのウィンドウカタンより上に装着されていたことが挙げられる。リアスポイラー装着時の CD 値は0.38に向上し、後輪側揚力を30%近く減らした。エンジンは 1595cc75PS、1781cc90PS、インジェクションを装備した 1781cc112PS の3種。 日本仕様は、自手が輸入され 1715cc、ボッシュ系ジェトロニック 78PS、5 0 13.1kgm、3200rpm。最高速は時速 km、時速 170km、時速 165km に向上した。装備は充実し、本革シートや、パワーウィンドウが、選択可能となったが、初期型では、 パワーステアリングが未設定であった。1984年には、マイナーチェンジされ、エンジンが、ボアファイ81.0ストローク 86.4mm の 1780cc、圧縮比9.0、95PS、5500rpm、14.5kgm、3000rpm となり、フロントワイパーが、一般的な2本になり、 パワーウィンドウとパワーステアリングが標準となった。ブレーキ系統の改良、スペースセーバー型スペアタイヤ採用による燃料タンク容量拡大、エアコンの改良などが行われた。最高速は時速 180km、時速 175km に向上した。1985年は輸入されるのがトップモデルの GTX となった。 最終減速比が3.667に変更され、高速走行時のエンジン回転数が下がっている。フロントエアダム、フェンダーアーチモール、サイドスカート、リアエプロン、リアスポイラーとエアロパーツをフル装備した。1986年は引き続き GTX が輸入されたが MT が輸入されず AT のみとなった。1987年は ゴルフジテ -16V と同じ DOHC-16 バルブエンジン搭載車 GTX-16V が輸入された。外観上の変化はエングレム程度であったゴルフとは対照的に白っ子 GTX-16V は従前の GTX と同様オーバーフェンダーを含むフルエアロキットを装備外観のスポーティードを高めた。エンジンは ボアファイ81.0ストローク 86.4mm の 1780cc、ボッシュカジェトロニックで 130PS、6100rpm。ブレーキは前ベンチレーテッドディスク、あと、ディスクとなった。0時速 100km は8.3秒、最高速は時速 218km。 1988年のデータで分けジェットロニック、1780cc、125PS、5800rpm、17.1kgm、17. 4250rpm、0時速 100km は8.6秒、トップスピードは時速 200km になっている。ゴルフ2とパサートをベースにしたより、 本格的なスポーツクーペコラードが1988年に登場するとアメリカや日本など大半の市場に輸出されなくなったがドイツ国内向けには1992年まで生産が続行された。エッティンガーがチューニングした16バルブ DOHC141PS6100rpm エンジンを前後に2台積む 4WD 実験車である。 後部のエンジンは、ミッドシップマウントされるため鉱石は存在しない。トランスミッションは3速 AT で、その隣に前後駆動配分を変更するレバーがあり、前に倒すと駆動はフロントのみ、後ろに倒すとリアのみとなり、た連続的に変更できる。タコメーターも左のリアエンジン用と右のフロントエンジン用の2つを備える。車重は1 3 8 0ラム 2006年のパリサロンでアイロックというコンセプトカーが発表され2008年3代目シュロッコが発売された2代目の後継モデルとなったコラードも1995年に消滅していたためフォルクスワーゲンとしては13年ぶりの3ドアクーペモデルとなったドイツでの販売価格は21750ユーロからである北米市場では 自手の販売に悪影響するとの理由によって導入見送りとされた。その後、スポーツグレードとして2リットル TSI エンジンをチューンした 256PS の白っ子 R が発売された。ハッチバッククーペでありながら幅広く短いロングルーフを特徴とするバックドアがほとんど垂直に近い状態に立った独特のカムバックスタイルを持っており、後に登場する。 ヒュンダイベロスターや、アルファロメオミト、トヨタグレーニアリスなどの2ボックス型、ハッチバッククーペにも影響を与えた。搭載されるエンジンは、ゴルフ6と共通の、ツインチャージャー直列4気筒 1400cc120 から 158PS、2000cc211PS、2000クトディ 140PS などである。 日本では2009年5月25日に発売された。販売は 1400cc ツインチャージャーエンジン搭載の TSI と 2000cc ターボの 2.0TSI の2種類で開始された。シロッコ R は2010年2月5日より515万円で発売された。2010年9月15日に仕様変更が行われ TSI が 平成17年基準排出ガス75%低減レベルと平成22年度燃費基準プラス15%を同時に達成したほかナビゲーションをオプション化するなど装備内容の見直しも行われたため44万円値下げされ348万円となった一方 2.0TSI は リアビューカメラ、リアアシストを新たに装備するなどで13が万円値上げの460万円となった。なお、タイヤは両タイプとも突起物が貫通した場合でも、特殊高分子ポリマーの粘着特性により瞬時に穴を塞ぎ、継続走行が可能なモビリティタイヤとなった。2011年8月24日、特別使用車 R ラインを発売。 TSI をベースに、専用フロントアンドリアバンパー、サイドスカート、18インチアルミホイール、専用ファブリックシートなど、R ライン専用の内外装を装備。合わせて、TSI の仕様変更も行い、パドルシフト、リアパークディスタンスコントロール、RCD310 オーディオを追加装備するとともに、セットオプションとして、アダプティブシャシーコントロール DCC、パッケージと、 レザーシート、パノラマガラスルーフパッケージを新たに設定。なお、追加装備に伴って2万円値上げとなり、350万円となった。2012年4月3日に TSI と特別使用者 R ラインにおいて、使用変更が行われ、JC08 モードに対応。同モードでの燃費は 15.8kmL となっており、 平成27年度年比基準を達成している。2013年4月16日、従来発売されていた R ラインをベースに走行状況に応じてダンパーの減衰力や電動パワーステアリングの特性が異なる3つのモードに切り替えできる DCC 中高速でのコーナリングを快適かつ安全に行う XDS 純正ナビゲーションシステム 712SDCW を追加装備し、メーター中央部にフルカラーマルチファンクションインジケーターを追加した r l インダイナミス m 値を発売。2014年3月14日に消費税増税及び原材料費の高騰などに伴う生産コストと輸送費の上昇を受けて、同年4月1日付で価格改定を実施することが発表されたが、シロッコに関しては、 ゴルフカブリオレと共に販売終了をする、見込みのため値上げの対象外となり、同年3月をもって、日本での販売が終了された。最終的に2017年をもって、名実共に生産終了、販売終了となった。フォルクスワーゲンシュロッコのメーター類、世界の名車グラフィティフォルクスワーゲン P90。 http://www.weatheronline.co.uk スラッシュリポーツスラッシュインドス the-syrocco.htm.http://www.weatheronline.co.uk スラッシュリポーツスラッシュインド t h e s y r h ghibly.htmhat 外国車ガイドブック 1980p151 外国車ガイドブック 1980p151 外国車ガイドブック 1980p151 外国者ガイドブック 1980p151 外国者ガイドブック 1980p151 外国車ガイドブック 1976P211 外国車ガイドブック 1980P151 世界の名車グラフィティフォルクスワーゲン P90 外国車ガイドブック 1980P151 外国車ガイドブック 1980P151 外国車ガイドブック 1980P151 外国社ガイドブック 1980p151 外国社ガイドブック1976価格表外国社ガイドブック 1977p123 外国社ガイドブック 1977p205 外国社ガイドブック 1977p205 外国社ガイドブック 1978p160 外国者ガイドブック 1979p144 外国者ガイドブック 1978p229 外国者ガイドブック 1979p144 外国者ガイドブック 1980p151 外国者ガイドブック 1981p128 外国者ガイドブック 1982p202 外国社ガイドブック 1982P202 外国社ガイドブック 1982P202 外国社ガイドブック 1985P208 外国社ガイドブック 1982P202 世界の名社グラフィティフォルクスワーゲン P90 外国社ガイドブック 1982P147 世界の名社グラフィティフォルクスワーゲン P90 世界の名車グラフィティフォルクスワーゲン P90 世界の名車グラフィティフォルクスワーゲン P91 外国車ガイドブック 1982P202 外国車ガイドブック 1982P147 外国車ガイドブック 1984P124 外国車ガイドブック 1984P124 外国車ガイドブック 1985P128 外国車ガイドブック 1987P136 外国車ガイドブック 1987P200 外国車ガイドブック 1987P201 外国車ガイドブック 1987P136 外国車ガイドブック,ク 1988P193 P139 には1987年版と同じく 130PS 6100rpm とある。外国車ガイドブック 1988P139 世界の名車グラフィティフォルクスワーゲン P156http www.autobalog.com 2008-0304 ジュネーブ -2008 フォルクスワーゲンソロッコブローズイントゥジュネーブ http ブログズモータートレンド .com 620二7263カーニュースフォルクスワーゲンウォーンとブリングソロッコツーザアスインデックス html ありがとうございます